ダレン・ロバート・アンダートンは、イギリス出身の同国代表の元サッカー選手。ポジションはミッドフィールダー。キャリアの大半を、トッテナム・ホットスパー FC で過ごし、イングランド代表としては30試合に出場し、7ゴールを挙げている。アンダートンは、サウサンプトン・タイローリーグの一鎮セインツでサッカーを、始めた。その才能は、際立っており、すぐに、プロのサッカークラブに、 スカウトされた。高い評価を受けていたが、キャリアを通して、怪我に苦しみ、ポーツマス FC のゴールキーパーのアンディ・ゴスニーに、シクノートというニックネームを付けられた。このシクノートという愛称は、今では、イギリスのメディアなどで、怪我の多い選手を指す時に広く使われており、2009年1月には、デイリーメールが、キーロン・ダイヤー、ルイ・サハ、マイケル・オーウェン、 トマーシュ・ロシツキー、オーウェン・ハーグリーブスが有力候補であるとして名を挙げた。アンダートンはアラン・ボールが監督を務めている時に契約を結び、18歳の時にアンフィールドで行われたリバプール FC との FA ユースカップの試合でゴールを挙げる活躍を見せた。トップチームデビューとなったのは1990年10月に行われた ランビローズカップ2回戦のカーディフシティ FC 戦であり、同じくユースの選手であるダリル・パウエルと交代で、出場した。リーグデビューとなったのは1990から91シーズンのウルバー・ハンプトン・ワンダラーズ FC 戦であり、そのシーズンは20試合に出場した。1991から92シーズンに新しく、監督に就任したジム・スミスの下で、レギュラーに定着し、 開幕戦のブラックバーンノーバーズ FC 戦で初ゴールを記録した。FA カップ準決勝のリバプール FC 戦でゴールを上げ勝利するなど FA カップで上位進出に貢献するとアンダートンはすぐにビッグクラブの注目を集め1992年に175万ポンドでトッテナムホットスパー FC に加入することになった。徐々にチームに馴染みアンダートンは テディ・シェリンガム、若きニック・バーンビリーと攻撃トリオを形成した。2年後の1994年に行われた、デンマーク代表に、テリー・ベナブルズは、アンダートンを招集した。すぐに代表チームでもポジションをつかみ、1994から95シーズンには、活躍をし、1995年の夏には、マンチェスター・ユナイテッド FC へ移籍する、可能性があったが、 ユルゲン・クリンスマンらを放出したスパーズはそれ以上の遺跡を望まず、アンダートンはクラブに残留することになったが、その決定を下したことを、彼は後に公開している。1995から96シーズンは、怪我により多くの試合を欠場したが、ベスト4まで勝ち進んだユーロ96では、ポール・ガス・コイン、アラン・シアラー、スティーブ・マクマナマン、テディ・シェリンガムと共に、 好プレイを披露した。準決勝のドイツ代表戦では、ゴールデンゴール方式の延長戦に突入したが、アンダートンのシュートはポストに引かれた。怪我は、アンダートンから代表でプレーする多くの機会を奪った。1997から98シーズンも多くの試合を欠場したが、グレンホドルは、1998FIFA ワールドカップのメンバーに、 アンダートンを加え、最初の2試合は、デイビッド・ベッカムに代わり、右サイドで出場した。ホドルは後に、アンダートンは、ベッカムと同等の精度のクロスを送ることができるし、守備の技術は、彼の方が上であると思うと語った。ホドルは、アンダートンとベッカムが、右サイドで一緒に出場するのを18ヶ月待ったと、述べているが、3戦目のコロンビア代表戦で、 デイビッド・バッティが外されたことで共演は実現し、二人はゴールを挙げ、イングランドのヒーローとなった。翌シーズン、彼はトッテナムでリーグカップのタイトルを獲得し、3月には週休2万4000ポンドで新たな契約を結んだ。アキレス腱の怪我でユーロ2000の出場を逃したが、回復し2000年9月に行われた。 フランス代表戦と11月のイタリア代表戦に出場し、再び代表でポジションを得られるように努めた。2001から02シーズンは、グレンホドルが監督を務めるスパーズで、高パフォーマンスを見せ、スベン・ゴラン・エリクソンが監督になってから、初めて代表に呼ばれ、11月のスウェーデン代表、2002年2月に行われたオランダ代表との親善試合のメンバーに選ばれた。 アンダートンの最後の5キャップは全て異なる、監督のもとで記録したものである。チェコ代表戦、フランス代表戦、フランス代表戦、イタリア代表戦、スウェーデン代表戦。アンダートンは、シーズン終盤を怪我で欠場し、ワールドカップのメンバーに入ることはできなかった。夏には、リーズユナイテッド AFC の監督に就任した、テリー・ベナブルズが獲得を試みたが、 アンダートンは、トッテナムへの忠誠心から、これを断った。2003年の夏には、ポーツマス FC と、ウエストハムユナイテッド FC が関心を持ったが、アンダートンはどちらにも、興味を示さなかった。2003から04シーズンは、ライバルのアーセナル FC 戦でゴールを挙げるなど良い、スタートを切ったが、ホドルが早々に監督を解任され、スパーズは、 混乱状態に陥った。アンダートンは2004年の夏までクラブに在籍した。アンダートンはトッテナムに残ることを望んでおり、デビッド・プラットからは新たな契約を約束されていたが、公認についたジャック・サンティニの進言により、クラブは手を引いた。スパーズでは全公式戦で通算364試合に出場し、51ゴールを挙げた。 バーミンガムシティ FC は2004から05シーズンを前に自由契約でアンダートンと契約を結んだ。ブルーズでのベストシーンはアンフィールドで1から0で勝利したリバプール FC 戦でゴールを挙げたことである。アンダートンは1年でバーミンガムを去り2005から06シーズンを前に自由契約で グレンホドルが監督を務めるウルバーハンプトン、ワンダラーズと1年間の契約を結んだ。彼はリーグ戦24試合に出場し、1ゴールを挙げたが、シーズン終了後に契約は更新されなかった。2006年9月8日、アンダートンは出場数に応じて給料が支払われるという契約で、リーグ1の AFC ボーンマスに加入し、デビュー戦となった。 スカンソープユナイテッド FC 戦で40ヤードの距離から直接フリーキックを決めた。2007年2月10日に行われたレートンオリエント FC 戦ではキャリアで初となるハットトリックを達成した。翌シーズンのプレシーズンマッチでポーツマスと対戦した後にはポーツマスの監督であったハリー・レドナップはアンダートンを絶賛しボーンマス・レイリーエコーに ふさわしいチームと選手がいれば、彼はまだ、プレミアリーグでプレーできると思うと、話した。2007から08シーズンを前に、アンダートンは、監督のケビン・ボンドからチェリーズのキャプテンに指名された。アンダートンは奮闘したが、チェリーズは低迷し、最後の7試合で6勝したが、最終戦で、カーライルと1から1で引き分け、リーグ2への降格が決定した。しかし、 シーズン開始前の10ポイント剥奪がなければ15位となる成績であった。2008から0級シーズンを前に、アンダートンは1年間の契約を結んだが、37歳の誕生日を迎える前の2008年12月4日に、12月7日に引退すると発表した。翌日のチェスターシティ戦が最後の試合となった。後半から交代で出場し、 88分に決勝点となるボレーシュートを決め、現役引退に花を添えた。アンデルタンハンズ・イン・ヒズ・シクノート・ハット、ダレン・ロバート・アンデルタン、インターナショナルをピランせず。 ザレック、スポーツ、サッカースタティスティックスファンデーション、h t t p w w w r s s f c o m m i c e r a n i u s a n d e r t o n i n t l h t m l ハットフットボールアンデルタンチアーズビフォーザジアーズ、ハットダイヤー、シャバ、応援、ロジキーハーグリーブス。 ザレースイズオンツービカムスポーツメールエスオフィシャル。シクノート。ハットダレンアンデルタン。オーバーナイトスーパースターアーカイブド2008年12月8日。アットザウェイバックマシン。アイリグレットスナビングユーテドハット。アンデルタンサインズニュースパーズディールハット。アンデルタンアウトオブユーロ2000。ウルフズコンプリートアンデルタントランスファー。ハットシェフウェドレイカラニュールフズ。 ハットウルフズアンデルタンパートカンパニー。ハットチーキーワンハット。アンデルタンツーリタイアフロムフットボール。ありがとうございます。